魔性石符石符は、石器の一種で木の柄に取り付けた石製の斧。後期旧石器、縄文、弥生時代において、主に樹木の伐採や土掘り、農耕用として使われた。斧は、縦斧と横斧の二つに大きく分けることができる。縦斧は、刃が柄と平行、または、柄と人部が一直線に、横斧は、刃と柄が直行するように付けられている。 一般には、縦斧を斧、横斧を長名と呼んでいる。しかし、両者を斧と呼ぶことが多い。まさかりは、大型の縦斧である。石符の作り方に惰性と魔性がある。歴の自然名はほとんど残し、惰性か魔性、あるいはその両方によって歯をつけた程度のものは、歴器、歴斧と呼ばれる。歴斧の内歯を磨いたものを、極部魔性石符あるいは、人部魔性石器。 または、人部魔性歴器という、後期旧石器時代では、打製石符もしくは、極部魔性石符が作られた。先土器文化における石符は、尾の形石器、楕円形石器と呼ばれているが、扁平な円歴あるいは大きな歴を打ち割った箱辺の周辺を打撃して、形を整えたものである。極部魔性石符とは、葉の部分だけを磨いて、実用に強したものである。 片葉がやや多いが、両葉も少なくない。先土期時代の末期から縄文時代の早々期にかけては断面三角形、またはかまぼこ形を呈する片葉の巫女芝型石符が成功する。これはロシア園海州やシベリア地方との関連の深い遺物と考えられている。縄文時代に入ってこれらに加え魔性石符が作られた。 旧石器時代からの人部のみの研磨された極部魔性石符はだんだん姿を消していく。全面研磨されたものは早々期に出現する。縄文時代早期から前期にかけての北日本では、砥石状工具を用いた殺説技法が発展する。しかし、この技法は縄文時代中期末にほぼ消滅する。 札殺説技法の石符とともに定格式魔性石符も現れるが、この石符が定型的な形を持ち、広い分布と湿度量の多さを示してくるのは、縄文中期末頃である。縄文後期になると、長さ2から2.5センチメートルの魔性石符のミニジュアが見られるようになる。小さいながら、極めて精巧にできているものが多く、研磨も行き届いて美麗なものが増える。 中には穴を開けたものもあり、とても実用品とは思われない。縄文後期、晩期になると、呪術的な異物が著しく発達することからも、魔性石符も劇や装飾品としての意味合いを濃くしたものと考えられる。一方だ、性石符は、縄文時代早期末に、三味線の鉢に似た形状で、鋭い薄利面を人物とした片葉の石符が来た日本に見られ、それは、 実家人王のあるいはトランシェ様石器と言われ、後世の長名のような仕様が考えられる。縄文中期中央以降、関東地方や中部地方では、打声石符の数量が爆発的に増加するが、形状は短冊系、バチ型、粉霊系のものが多く、これらは垂直に打ち下ろす、斧のには向いていない。入房状魔性石符や定格式魔性石符など、 バ災具に適した道具が他にあることからも土掘りの道具と考えられている。縄文時代中期の惰製石符の製作所跡としては、熊本県甲子市双子山が知られている。現りの後、次の作業工程に都合よくしたり、さらに打撃を加えて成形したりする工程が4つほどに分けられる。そして、その場で完成品を製作するのではなく、未完成のまま各集落に運ばれる。 魔性石符は原石をあらわりして打撃で整えた後磨くことが多い。例えば、太型ハマグリバ石符は大まかにあらわりした後、打撃を加えて形を整えコツコツと叩いて全面を平らにした後磨く。つまり、あらわり、叩きだ、たくまの段階を経て完成される。木部近くは荒く磨き、人部は丁寧に磨く。 完成品のみの一部には、叩きだの痕跡を留めることも多い。例としては、北九州では、福岡市西区、今宿の今山、今津の太型浜栗場石布製作跡がある。ここでは、製品として仕上げられ、広い範囲にもたらされている。機内では大集落の多くで未製品が見られるから、未製品のままで各地に運ばれたと見られる。ギャーアトルズなど一部の漫画で、 木の柄に紐で石符をくくりつけた道具が動物の捕殺や闘争などに使われる場面が描かれているが柄に紐で固定しただけでは強度、耐久性が不十分で使用に耐えないこのような道具が実際に用いられたことはない旧石器時代前期から中期にかけて悪斧と呼ばれる石器がヨーロッパなどで多数見つかっている形は石符によく似ているが文字通り手に握って 土を掘ったり動物を解体したり木を削ったり、その叩ような用途に用いられたと考えられる。木の柄にはめ込んだ本来の石符が現れるのは後期旧石器時代に入ってからである。前近代には石符は雷に由来する自然物だと思われていた。普遍死戦死時代と人類の起源、雷石。ありがとうございます。